それでは質疑のある方は順次ご発言願います。風間直樹君、よろしくお願いします。岩田先生にお尋ねをしたいと思います。先生のお話ではこのデフレの脱却というのが、要であるということでありましたけれども、この脱却の方法について先生のお考えをお尋ねしたいと思います。同時に、現在の日銀の施策がそれにかなっているかどうか、かなってないかどうか、その理由も含めてお尋ねをいたします。で、2点目ですが、小黒先生は岩田先生がおっしゃったこの 4% 成長が毎年続けば増税なしで財政再建は可能だという点について、一定の疑義を示されました。毎年続けばという点がどうかというポイントだったと思います。岩田先生、この点に関してのご所見をお尋ねしたいと思います。岩田参考人。はい。デフレ脱却の方法ですけれども、今アメリカが実際やっていますが、アメリカはリーマンショック後ですね、一時、デフレ以降になりそうになったわけですね。で、予想されるインフレ率もマイナスになるというような状況があったんですが、それが今予想されるインフレ率が 2% ぐらいで、実際のインフレ率も 2% ぐらい近づいているというふうにしてデフレを阻止したわけです。で、この方法はいわゆる量的緩和です。量的緩和は、中央銀行から出るお金ですね、これを増やすということですが、そのお金は2つありまして、銀行に出すお金で、これ銀行に出すお金は銀行に準備預金というふうにして、中央銀行に預けたままですが貯まります。それともう1つ現金ですね。で、この2つをどんどん増やして、リーマンショックを3倍まで、リーマンショックより前に3倍まで増やしました。で、そうしますとどういうことが起こるかというと、市場でですね、将来の予想されるインフレ率が上がってまいります。で、この予想インフレ率をどうやって計算しているかというと、アメリカでも日本でも名目、普通国債というのと物価に連動している国債がありまして、この物価の連動する国債と普通の国債の利回りでですね、この差でもって市場が予想しているインフレを計算することができるという、そういうことがございます。で、それが、そういうふうにやって、その予想、それで推測される予想インフレ率がですね、マネタリーベースというさっき言った中央銀行がどんどんお金出していくと、それが上がってまいります。実際はリーマンショック後、先ほど言ったように言いましたように 1% 以下にですね、アメリカも下がるんですが、それが 2% まで上がっているという、そういうきちんと相関関係がはっきり出ています。で、日本の場合もですね、同じでして、福井日銀総裁の時代に量的緩和という同じような政策をしたわけですね。これマネタリーベースをどんどん増やすという。やっぱりその時も実は予想インフレ率は上がっているんです。で、何パーセントも上がったかというと、大体 0.9% まで上がってまいりました。ところがそこへ来た時にですね、福井総裁辞めちゃうんですね、量的緩和を。そのためにやっぱり予想インフレ率どんどん下がります。で、市場というのはですね、デフレが予想された場合には、みんながデフレを予想するとデフレになるんですね。それはなぜかというと、デフレになると物の価格がそれほど上がらないんで、企業の売上高がそれほど増えない、収益も増えない、そういうふうにして設備投資もなくなってきて需要もなくなる、そういうふうにして、そうすると借金をしていますが、企業は価格が下がるんだからたくさん売らないと、物の価格が下がるんですが、たくさん売らないと借金が返せないということで、みんなたくさん売る、そうするとデフレ、価格が下がるというふうにしてですね、デフレを予想するからデフレになっちゃうんですね、みんなが。逆に予想インフレ率がもっと高くなるとなれば、収益が上がる、売上高が増えるというので、設備投資などに積極的になる。そういうふうにしてですね、要するに予想、将来どうなるかという予想ですね、物価の。これが非常に、実は大事です。ですから今言った実際の実験をですね、アメリカもしているわけで、日本でも量的緩和の時代はちゃんと予想インフレ率上がりました。で、最近でもマネタリーベースを少し増やしているとやっぱり予想インフレ率上がるというデータがきちっと出ています。で、日本の場合はですね、リーマンショック後しばらくずっと2年か3年の間ですね、たったのリーマンショックより 14% ぐらいしか増やせなかったんです。一方のアメリカは3倍増やしているわけですね。で、最近東日本大震災っていうのがあったので、少し日銀は増やしまして、今現在、リーマンショックより前よりも、27% が増えています。しかしアメリカは3倍も増やしているのに比べれば、ごくスズメの涙みたいなものです。で、そのために予想インフレ率がまだマイナスです、日本は。そう、みんなが予想、将来マイナスだって、デフレになると思ってるから、結局デフレになるということが続いているということですね。
で、リーマンショック後のマネタリー、日本のマネタリーベースという日銀から要するに出てるお金と、予想イメージとの相関をこうずっと見てみますと、大体どのぐらいマネタリーベースを日銀が増やせばですね、予想イメージが 2、3% になるかというと、大体 2% ぐらいの予想イメージが 2% ぐらいに引き上げるためには、45兆円マネタリーベースを増やさなきゃいけません。で、それに対して 3% ぐらいのインフレにするためには65兆円ぐらい増やさなきゃいけない。この65兆円というのはですね、今日銀が持っている国債の倍増しなきゃいけないという規模です。で、これはもう日銀は絶対しないんですね。こんな倍増は出る。今でも多すぎると思ってますから。ということで日本銀行にはできない相談で、これは日本銀行の総裁以下全員を変えなきゃダメだということですね。日本はデフレ脱却ができないと思います。で、もう一つは何でしたか、4% を成長できる、インフレですから、デフレ脱却ができるようにですね、日銀のメンバーを変えるとか、日銀がきちっと 2、3% のインフレ目標をするとか、あるいは政府が、海外のようにですね、政府、インフレ目標をやっている国は、政府が中央銀行に 2、3% インフレにしなさいよと言って、で、2、3% のインフレを義務付けられているわけですね。で、2、3% っていうのは何も明日から 2、3% になるわけないですね。1年とか2年ぐらいの平均で 2、3% になればいいということですね。で、そういう政策を にするようなメンバーに日銀の総裁以下をですね、政策委員会の委員を変えれば、私は予想インフレ率がすぐ上がって、デフレからすぐ脱却できると、簡単にできると思っています。これは難しい問題じゃありません。ですから、ですから皆さん国会、これは国会議員が変えることができるんですね。総裁以下の任命権持ってますから。したがって国債、今まで、実は、最近 0% から 2%、2% 以下のプラスの領域をめどにすると言いましたね、日本銀行は。じゃあ、0%、2% 以下で、プラスの領域に過去、どのぐらいあったか。日銀、新日銀法が、改正されたのが1998年の4月から始まります。それから今、14年がほぼ経ちました。この間166ヶ月経っている。なんと、日、その中の、16% しか 2% 以下のプラスの領域に日本の物価になってないんです。あとは全部 16% から100から引きますと 84%。これは全部 0% 以下です。デフレです、日本は。すごい成績が悪いわけですね。たったの 16% しか合格率がない。つまり日銀が言っている 0%、2% 以下のプラスにしますよと言ってるの、これはメドですと言ってる。そのメドさすらですね。16% しか14年間で達成してないんですよ。皆さんはそういう総裁を14年間任命してきたということです。これは国会議員の責任だと。皆さんは責任を感じていただきたいというのが今日の私の基本的なメッセージです。国会議員は総裁が日本銀行の政策委員を変えることができるんですよ。ですから金融のことはよくわからないって、そんなことを国会議員がいつまでも言ってちゃダメです。そのことを今日は強調したいというふうに思います。以上です。風間君、ありがとうございます。あと2分ぐらいありますので、小黒先生、もし今の岩田先生のお考えにご意見あればお願いします。私、金融政策の部分については、要するに中央銀行はある程度緩やかなマイルドインフレーションですか、 1、2% ぐらいできれば望ましいんではないかと思う。どうやってやるかっていうのは、私は専門家でないですので、一応その理論モデルとか裏側にニューケインジアンモデルとかってあるんですけども、今岩田先生が言われた、要するにその、市場に対してそのインフレーションのターゲティングを出して、でそれが市場が信任すればですね、こういいメカニズムに好転していくっていうような理論モデルはあるんです。ただいろいろその、今中央銀行もいろいろ量的緩和とかしてきていて、なかなかうまくいってないという状態がありますので、現状の金融政策の枠内で、でそれをどういうふうに達成するかということについては、ちょっと個人的には結構難しいんではないかと思ってますけども、どうやってやるかということについてはちょっと何とも申し上げられない。要するにもしかすると、もう金融政策の枠外を超えて、例えばその資産性がある資産とかですね、今でもいろんなそのもの、株とかに近いものと買ってますけども、ETF とか、それ以上のものをこう買っていけばなるのかもしれませんけども、それはもう既存の金融政策ではなくなりますので、財政政策に近くなるというような状態ですから、ちょっとその辺は私も何とも申し上げられないと。ただいずれにしろそこを待ってるほども財政が余裕がないということが結構ポイントでして、でちょっと先ほど割愛させていただいたんですけども、
例えば資料の私の資料のですね、何ページか17ページですか。先ほどちょっとあまり説明はしなかったんですけれども、今国債が買われている理由は、まあ結局経済があまり活性化してなくて投資先がないからなんですけれども、まあ岩田先生が言われたような形で経済が活性化するようなスキームに乗っていくとどういうことが起こるかということなんですけれども、銀行も国債を買う必要性はなくなってくるわけです。で、そうすると、まあそこは財政当局によっては規律が働くのでいいことなのかもしれませんけれども、今のような国債はファイナンスしにくくなるということです。で、この17ページで何をやっているかということなんですけれども、要するに財政当局にとっては、デフレーションの心地がいいわけです。なぜかというと、債券の方が有利だからです。基本的に。クーポンで固定されてますので。で、まあ、それで価値が上がっているということなんですけれども、インフレーションになるとどういうことがなるかというと、ここで挙げているのは横軸にパブリックデッドキャピタルレシオって書いてありますけれども、まあ、国内にある金融資産に対してどれくらい債務残高がありますかっていう、縦軸が国債の金利なんですね。で、同じような財政政策を打っていても、要するにインフレーションになった方が早く破綻するっていう、まあこの途中で切れてるのは破綻している状態なんですが、まあそういう状態になると。要するにもう買わなくなるのでっていうことなんですけども。だから結局そのインフレーションターゲティングをやった場合何が起こるかっていうことですけども、まあ同時にその財政が緩めるっていうのはむしろ引き締めていって、きちんと国債を発行しないようにしていかないと結構厳しくなるというふうに思ってます。まあそれは逆に言うとですね、財政の規律を、まあ、議会の方が、まあ、議会というかですね、政府側、それからその、増税歳出の方を規律しなきゃいけないというようなことになるということも含んでますので、まあ、そこの規律を働かせるという意味では、いい意味なのかもしれませんけど、まあ、ただ、若干危険な分もあると。要するに仮にインフレーションがもう止まらなくなれば、甘い意味ありすぎてですね、そうすると、もうかなり危険なものに入っていく可能性があるんではないかと思っています。まあ、その、やった方がいいって、要するに 1、2% のインフレーションが経済学的にまあいいだろうなっていうのはみんな大体経済学者の合意であるんですけども、それをこうどう達成するかっていう話と、あともっと厳密に言えば、もう、学術的にはですね、本当に 1、2% のインフレーションがいいかどうかも分かってないんですね。分からないんです。フリードマンとかマイナスのインフレーションがいいっていうような例もありますし、そこに摩擦が入ってくると、ちょっとこの場にはあんま適さないかもしれませんけども、いろいろこう、名目賃金の硬直性とかですね、金融のなんかフリクションとか入ってくると少し若干プラスにした方がいいっていう話があるんですけども、じゃあ 2% がいいのか 1% がいいのかっていうのは学術的に分かってないということです。ありがとうございました。はい。続きまして、松村隆二君。自由民主党の松村でございます。大変貴重なお話をいただきまして、どうもありがとうございました。この参議院の財政金融委員会が今日初めてスタートするわけですけれども、この国会の中でスタートするわけですが、やはり何が何と言ってもこの財政規律といいましょうか、この財政上の問題を審議することが何よりもスタートでなければならないというふうに思う次第でありまして、今日そのような機会が得られたと、そして三先生から貴重な話をいただいたと、まあ、いうことを喜んでいるわけでございます。岩田先生にお伺いするわけですが、まあ、デフレを脱却すれば税金も多く確保できるというふうなこと、それが国債残高の高騰に対して問題解決になるというようなお話がありまして、日本銀行がなんでこんなことがわからない、あるいは実行しないんだと、こういうようにまあお聞きするわけでございますが、まあ日本銀行がまあ代々かどうかは別といたしまして、このような態度を取るということについては、その理屈がわからないからやらないのか、あるいは分かっているけれども立場上できない、あるいはそのインフレーションになって、まあ、利子が高くなると、まあ、国債の保有している国債の、まあ、利子が高くなって財務省が耐えられないというようなことで、財務省から日銀に対して
圧迫があって日銀も取るに取れないと、まあ、いうようなことなのかですね。私も、まあ、かつて治安機関に勤めてたんで、まあ、経済の問題は全く疎いわけですけれども、そのことについて教えていただきたいと思います。それから、小黒先生にお伺いするわけですが、まあ、2011年の6月に、まあ、自民党が X デイプロジェクトと、林芳正政調会長代理が座長になりまして、先ほどおられました宮沢先生とも委員として、まあ、参画しておられたわけですが、まあ、その結果ですね、報告書を発表されたんですが、今後 7,8 年以内に日本国債の発行は限界に達すると、日本財政破綻の X デイは7,8 年後というような発表されたわけでございます。まあ、私から言うまでもありませんが、家計貯蓄率の低下、経常収支黒字幅の縮小など原因として、投資家だけで、消化できなくなるというようなことが 7,8 年後に起きるのではないかと、国内貯蓄だけで賄えなくなれば、まあ、債券市場がで国債が売られて市場価格が下落し、利子が高騰する、金利が高騰するということになるのではないかと、またそれが巡りまして、金融では、金融機関の一部で財務状況が悪化し、金融システムに疑念が生じる恐れがあると。また一般事業会社でも銀行の貸し出し機能や社債市場の機能の低下などで、まあ、資金調達が停滞するため投資が抑制され、企業活動全般に影響を受け、過大な債務を抱える企業の経営基盤が揺るがせかねないと、いうことで企業の倒産が続出する。また財政では改正国債金利の上昇により利払い費が確実に上昇する、日本では 1% 上がれば1年で1兆円、2年で 2.5 兆円、3年で 4.2 兆円の利払い費増加を意味すると、こういうことで厳しい財政をさらに圧迫するということから 7,8 年後に、まあ、要注意であるというような発表されているわけですけれども、小黒先生、これについて、どのように評価しておられるのかお聞かせいただきたいと思います。それでは、順次、ご発言いただきます。岩田参考人から。はい。まず日本銀行は何を考えているかなんですけれども、まあ、以前私は、まあ、日本銀行というのはとにかく無責任な主体だからというふうに思ってたんですが、実はそうじゃなくてですね、間違った理論に基づいて間違ったことを一生懸命やっているということが大体最近いろいろ日銀からのですね、発言報告書を読んでいると分かってまいりました。それはどういうことかというと、まあ、白川総裁はしょっちゅう言ってるんですが、日本ではですね、要するに日本、まあ、日本とは言ってませんが、中央銀行が先ほど言ったマネタリーベースですね、これをどんなに供給しても物価を引き上げることはできないと。で、まあ、銀行はですね、流動性不足に陥っている場合には、まあ、マネタリーベースを供給することによってある程度安定することができるけども、銀行は流動性不足に陥っていないときに、そのいくらお金を出してもですね、日本銀行が、物価を上げられることはできないんだという理論ですね。で、そのために、じゃあなぜそのデフレになっているかは、白川総裁や日銀に一人に言うと、生産性向上期待がないからだと。将来に期待がないから需要が出てこない。だからデフレになるんだということで、そのために生産性向上させるために、日銀がここが成長産業だと思うところに融資を始めるということをして始めました。これ政策金融に日本銀行が出たということですね。で、実は日本銀行に政策金融でどこの成長産業があるかなんていう目利きができないんですから、日本銀行はそのことをする必要は実はない。で、流動性が、日本銀行がどんなにマネタリーベースを増やしても物価上がらないかというのは、実証的な根拠を欠いています。先ほど小倉さんは非常に、まあ、インフレ率を上げるのは難しいとおっしゃったけれども、そんなことはありません。マネタリーベースと予想インフレ率の間には、アメリカではだいたい 0.9 の相関関係、日本では 0.8 まであります。はっきりとマネタリーベースがだいたい6ヶ月ぐらいずっと増えてくると必ず予想インフレ率が上がるという綺麗な関係がもう何十年も続いています。
これは先ほど言いました量的緩和の時代でもそうだったんですよ。そういうですね、データを皆さん見ないで議論しています。見ないで、いや、マネタリーベースが増えても予算率上がらないんじゃないから、だからデフレ脱却できないんだよっていう。これはアメリカでも日本でもイギリスでも全部そのデータから実証できます。それはなぜそうなってくるかっていうのは、やはり日本銀行、中央銀行はそれだけの供給してずっと続けてインフレを 2-3% しますというと、市場が将来どこかでやはり貨幣がどんどん増えてきて、やはりインフレになるんだなという予想になるんだと思います。で、ここで注意しなきゃいけないのは、日本銀行は、まあ、量的緩和の時代もそうです。どんどんマネーを出したんですね、銀行に。だけど銀行はマネーを中央銀行、日本銀行に預けたまま貸し出ししなかったじゃないか。だから貨幣が増えなかった。貨幣が増えないからデフレだけできないでなったじゃないか。これが日本銀行の言っていることであり、ほとんどの人はそう信じていることです。ほとんどの人は中央銀行というのがどんどん銀行に貸しても銀行が貸し出さない、そのお金を。であればデフレ脱却できないんじゃないかというのがもう染み当たっています。これです。しかしこれは事実と反します。どういうことかというと、マネタリーベースが増えていて銀行にお金が貯まってきてそれでいいんです。それでも予想利率上がってくるんですね。市場では投資家たちが国債市場とかそういうところでそういうの現れます。そうしますと予想利率上がってくるとですね、まず株価が上がります。収益が増えるという、企業収益が増えるというインフレで、それだけ売上が増えて収益も増えるという予想するから株価が上がってまいります。株価が上がってみると資産効果で消費が増えてくる。バランスシートは企業も良くなるので設備投資に積極的になる、あるいは増資もしやすくなる、そういうことが起こってきます。そして予想利率が上がってくると何が起こってくるかというと、もう一つは円安になります。つまり日本の通貨というのが持ってるだけで今デフレだと価値が上がってきますね。購買力は、それが購買力がこれから下がるとインフレが予想されると、そうすると円の魅力が下がって円安になります。そして輸出が増える。これは過去のデータから言ってるんですよ。いいですか。データがきちっとそれは証明しています。私はそういう効果が出てくる。そのためにですね、輸出が伸びる、輸入は減る。輸入減るということは逆に国内の輸入代替産業、例えば観光、一番簡単な観光です。観光がみんな今までグアムやサイパンだと言った人が沖縄に行くということですね。逆に円安になってくれば、そういうようにして内需も外需も拡大してくる。その時にお金がいるじゃないかと皆さん思いますね。活発にするんですから。だから銀行の貸し出しが必要だと思うでしょ。必要ないんです。デフレになるとですね、企業部門までが金余りなんですよ。今もいいですか。日本では資金余剰主体というのは稀です。企業が資金余剰主体という金余りになるというのは稀な国です。日本はこれがもう何十年も続いてるんですよ。これデフレのためです。デフレのために先言った設備投資は減価償却金にも満たないような状況になってくるんですね。そのために金は金余りなんです。その金がですね、株を買う、外貨円預金を落としやめて外貨預金を買う、だから円安になる、そういうふうにして、そして実株価が上がり、先言ったバランスシートも良くなる、投資や設備投資が起こる、消費が増えると、こういうふうになっています。過去のデフレの脱却、昭和恐慌からの時もアメリカの時も、それから小泉内閣もそうですよ、の時の需要が拡大したのは、あれは外需が拡大するんですが、その時もですね、最初の3年間ぐらいは貸し出しは増えないんですよ。貨幣は、ですから貨幣は増えないまま経済はデフレから脱却に向けて成長を始めるんです。ここがポイントです。それはなぜかというと、金余りでみんなは現金だとか預金とかそういうの持ってた、あるいは流動性の高い資産を持ってた、それをですね、これからインフレになるというふうになると、それを売って貨幣に変えて資金調達するんですね。つまりこれを貨幣の流通速度は早まると言います。今はどうしてかというと、みんな貨幣をただ持ってるだけで物も買わない、株も買わない、ドル預金にもしないという状況なんですよ。それが予想利率が上がると、今のお金持ってるのを取引に使うようになるんですね。今は資産として貨幣が非常に重要だから、みんな貨幣で持ってるんです。皆さんも預金随分持ってると思うんですけどね、そのまま外貨預金なんかしませんでしょ。しかし日本の予想利率が 2% 上がってきた、これは円が目減りしてくるんだから、ドル買おうと、5ドルを買おう、ユーロを買おうと、こういうふうになってます。そのようにして貨幣の流通速度が上がってくるんで、銀行の貸し出しは増えなくていいんです。銀行の貸し出しが増えるのは、流通速度、貨幣の流通速度、みんなが使い始めてもまだ足りないと、資金が、それほど経済成長してきた、その時に銀行に貸してくださいと企業が頼みに行きます。
過去の例ですと、小泉内閣もそうですが、大体3年、経済がデフレ脱却へ向けての指導が起こってから3年ぐらいですね、銀行の貸し出しやっと増え始めるの。それまでは減るんです。ですから、こういうふうにですね、もう誤解だらけなんですよ、この問題は。貨幣、銀行、日銀が貸しても貨幣が、銀行が貸し出ししないからダメだとか、もうそんなことばっかり言ってる。しかし、データを見てください。で、私に反対する人、全部データを見てないですね。ただ、関連的に、あるいは論文、学術論文の中で言ってるだけで、データを見て反論した人に会ったことがないんで、データを見て反論してほしいというふうに思います。参考人の方々にお願い申し上げます。限られた時間の中でなるべくたくさんやり取りをしたいものですから、1回のご発言はなるべく端的におまとめいただきますようお願い申し上げます。次に小黒参考人お願いします。松村先生のご質問ですけれども、その先ほどの文章は自民党の育成プロジェクトの中の文章なのかなというふうに、推察するんですが、その2020年ぐらいにまあ難しくなるかもしれないというのは、今のその私は今いろいろその、日銀がマネーをするって話がありましたけども、多分マネーをするとちょっとまた話が変わってくるわけですけども、そうではなくて、要するにマネーをすれば何が起こるかというと、ちょっとそこから先は岩田先生と多分議論があると思いますけども、その銀行にお金が滞留すると、で滞留したら企業が貸し出しをあんまり受けなければ、待っててもしょうがないので国債買うって話になりますから、キャパシティがちょっと増えるという話になると。でその場合には、少しちょっと国債発行できる量ボリュームが増えるかもしれないという話がありますけれども、最終的にはどういう形になるか分かりませんけど、インフレが上がってきたりとかいろんな形になると財政規律を締めなきゃいけないし、そうでなければいろんな形でこう難しくなるという形があってですね。で、そうじゃない今の現状の自然なままな状態でどうかというと、基本的にはそのざっくり言えば、その家計の金資産みたいなもののボリュームの変化、1100兆円ぐらいの話があって、で、あとそれとその今の国債が増えてくるボリュームがありますと。で、それとの関係で言うと、2020年ぐらいにやっぱりその国内の消化が難しくなるかもしれませんよね、という話が一つあると。で、それはすごく大雑把な話なんですけども、あと先ほどご紹介しましたように、その銀行部門のセクターのその吸収のできる予対ギャップですか、それの推移を見ても、2017年ぐらいとか、少しちょっと余裕を見ても2020年ぐらいに、難しくなりそうだなと。ただじゃあそこでその破綻するかどうかというと、そこもいろいろ議論があるはずでして、国内で消化が難しくなったとしましても、海外に引き受けていただければそうではないという話になると。あるいはその海外からその銀行部門とかいろんな企業体がそのお金を引っ張ってきたお金をベースにして国内で消化するというやり方もあるという話になります。ただちょっといくつか気をつけていただきたいのは、要するにその日本政府自体は国内で持っている国債に対してはヘアカットとはちょっと極論ですけども、デフォルトとかですね、そういうことをすると自分が痛みますのでやりませんけども、海外の人から見れば当然その外から借りているお金ですから、日本政府は平気でデフォルトするようなインセンティブがあるわけですね。でそうするとちょっと高めな金利を要求してくる可能性があるということになります。で、その話とですね、そうすると国債の金利も少しずつじわじわ上がっていく可能性も当然あるでしょうし、あとは現実的な話を言えば、先ほどの今金利 1.4% ぐらいで推移してますけども、それが長期的にどんどん上がっていくと、利払い費もすごい勢いで増えてきますので、その辺との関係で、今欧州とかでいろいろ空売りとかしてますけども、そういった主体も当然入ってくると、市場でどういう反応が出てくるかわからないと。いうところが現実的なものとしてあるのではないかと。で、そうしますと、岩田先生が言われているのは、その物価の部分は極めて重要なので、そこは中央銀行にちゃんとやっていただく必要はあると思うんですけども、それと同時にですね、当然その財政の方もきちんとやっていかなければいけないということになります。で、今のままその単に量的、これは私の持論なんですけども、今のまま単にその量的緩和をすると、で、企業がお金を借りない。で、借りていけばまた、国債を発行する余力がですね、銀行部門がその少なくなっていくというか、要するに企業にお金が流れていくので、これ以上国債いりませんよって銀行が言うと。で、そうするとその市場の規律が働いて財政再建のような、モードがですね、政府に対してこう規律が働くっていうメカニズムになりますけれども、そこは非常にその微妙なバランスというか、要するにその政府とその与党でやってるいろんな財政再建プランみたいなもの等がですね、国会で議論されているものがきちんとしたものにならないと、市場の信任が得れにくくなると。で、そうすると、金利が少しじわじわ上がっていくような可能性も当然考えられますので、
まあ、かなりその気をつけて、両方財政金融政策をやっていく必要があるということになると思います。以上でお答えになっているかちょっと分かりませんけれども。じゃ、続きまして谷合正明君。はい、公明党の谷合です。今日は、岩田参考人、小黒参考人、高田参考人、本当にありがとうございます。まず、はじめにですが、東日本大震災からの復旧復興についてちょっと確認させていただきたいんですが、復興財源については復興国債を発行しておりまして、その償還は復興増税で行うということになっております。一次補正、二次補正、三次補正、四次補正と、やってまいりましたけれども、この間ですね、補正予算の、一次補正、二次補正でいうと 6.7 兆円あるわけですけれども、執行率というのは非常に、極めて低調で、あるというのは報道にも、指摘されているところで、ございます。このままいくとこの事業執行が遅れている状況で、復興景気回復のタイミングがずれ込んで、増税のタイミングとこの時期が重なってしまうのではないかという、懸念も生じているわけでありますが、この点についてまず簡単に岩田参考人と小黒参考人の見解をお伺いしたいと思います。次にですね、小黒参考人にですが、普段からの世代間格差等ですね、勉強会もさせていただいて、この場合を借りて御礼を申し上げたいと思っておりますが、この国債の発行でございますが、岩田、参考人はこの国債というのは、この将来世代の誰かが償還される国債を持っていることから、将来世代は国債償還のために税金を納めるが、他方で国債償還を受けるため 財務省などが主張する国債は将来世代の負担になるという考え方を、否定されています。で、他方ですね、金融広報庁中央委員会の調査によりますと、現在2人以上の世帯で貯蓄を保有していないと回答している家庭の割合というのは 22% に上っておりましてという状況です。で、国債の利払い償還の恩恵を受けるのは直接的には国債を保有している金融機関に貯金しているものになると思われるわけですが、現状のようなですね、多額の国債発行が続いた場合、その将来世代の時代の国の予算を考えた場合にですね、税収に対する国債の利払い費の割合が大きくなっていき、国家の基本的な機能の一つであるその所得の再分配機能が制約を受けることにならないのかなと。さらにこの消費税増税とか社会保障費の削減が加わった場合にどうなのかと、今世代間格差と言われておりますけども、その将来 の世代内の格差というのはどうなるんだと、小倉参考人に伺いますけども、その現在の国債の大量発行がその将来世代の内部における 所得の再分配機能に与える影響について、どう考えているのかという点です。で、最後にお伺いしますが、日本国債の保有割合、海外投資家の保有割合は低い水準にあるわけでありますが、しかしながら少子高齢化と国内における国債吸収余力の将来的な低下を強く懸念してですね、安定的に国債を保有する海外投資家の割合を高めるべきであるという議論 もあります。で、そこで高田参考人にお伺いしますが、海外投資家から見てですね、我が国のこの少子高齢化の進展状況であるとか、現在の経済財政状況の見通しについて、この どの程度考慮しているのかお聞かせいただきたいと。で、この点についての岩田参考人にもですね、少子高齢化の進展に伴うこの国内の国債吸収余力の低下という考え方についてはどう考えているのかとお伺いしたいと思います。ちょっと質問が多くなっているので、ちょっと端的にお答えいただければと思います。ありがとうございます。質問多岐にわたっておりますので、端的なご答弁をお願いします。まず岩田参考人。まず復興国債ですけれども、私は先ほど言ってきたように、復興国債というのは発行したらですね、日銀国債買いオペをすればいいんで、日本銀がそうすればデフレ脱却にも役に立って税収も上がってくるということで、復興国債せっかく国債出して支出を増やすのにですね、増税でそのなんていうんですか、一方で燃やしといて一方で水をかけるような、で効果を相殺するようなことはすべきじゃないし、復興のようなですね、今度のような、大災害というのは何百年に一度ですから、そういう時には課税で標準化してですね、少しずつむしろ負担していくのがいいということです。それからもう一つ世代内分配の問題ですが、これはですね、国債を持っていてそれを償還を受けるという時に
それを財産として持ってる人ですね、例えば預金からでもいいんですけど、それを持ってる人は結局得するして、そうじゃない人は持ってない人はどうしようもないじゃないかという、世代間では負担を生じなくても世代内では生じるかということで、それは相続税の問題ですね。ですからね、要するに今一生懸命預金をしていて、それを銀行が公債買って持ってる、それを将来世代が相続すると人としないできない人との違いですね。ですから相続税の問題、それから分配の問題というのは結局累進税の問題、この2つですね。ですからそれはちょっと国債発行とは別の、相続税とかその累進税というのはむしろ分配の公平を決めていくということです。それから少子高齢化ですけれども、少子高齢化になるとですね、だんだんその成長率が伸びていくんですがということですが、基本的には言ってさっき言った名目成長率ですから、名目成長率 をある程度やれば それだけ、吸収、国債を吸収する力があるんですが、ただ名目成長率さっきより上がっていけばですね、国債をどんどん償還して国債発行する人がだんだんなくなりますというのは一番最初の元ですね。今日はですね、デフレここは脱却するんですから、このメカニズムが逆になりますからね。税収が上がってくる、国債発行は減るんですよね。で、先ほどおらされているそれでもね、インフレになっても国債発行どんどん発行して財政規律がなくなる、それは確かにそうです。でも、税収が上がってくる、国債発行をしなくて済むんですから、今までは税収がどうしても上がらないから財政規律を一生懸命しようと思ってもどうしても国債発行しなきゃいけないというところに追い込まれてたのが逆転しますのでね、私は財政、税収が上がってきてもまだまだ国債どんどん発行するという、そういうようなことは国民ももう許せなくなってくると思いますので、あまり心配することはないというふうに思っています。小黒参考人。復興増税の部分につきましては、岩田先生みたいな課税の標準化の話とか当然出てくる話だと思いますので、理論的にはそうかなと思います。あとはその国債のその最後どれぐらいキャパシティがあって消化できるかというとことの関係になるのかと。でその辺の議論はちょっと細かく言うとあれですので、2番目の多分その多分一番重要なその、バロー理論といいますか、基本的には国債をこう先送り、将来世代に、先送り5000万円ぐらい例えばしても、その遺産がちゃんと5000万円ぐらい残っていれば相殺されて大丈夫だというこう議論があってですね、ただそうは言ってもその世代によって世代内でですね、異質性があって、先ほど谷合議員が言われましたように、ある人はすごい相続があるけども、ある人はその少ないというような議論があると。でそこでその遺産のばらつきとかがあるので相殺できないというような話があると。で、これ多分その財政がきちんとその情報を持てばですね、ある程度相殺できる可能性がありますけども、実際は難しいですから、その辺は難しい話になるというのはまず一点あると思います。で、それからあと、その、バロー理論というのはあくまでもその公債の中立命題というか、どういうふうにその税負担をして、どういうふうに国債発行、同じ歳出が92兆円になったときにですね、それを全部国債でファイナンスするのと、全部税でファイナンスするのと、あと一部半分ずつぐらい、国債と税でファイナンスしてもですね、実は何も変わらないっていう理論なんですけども、ただ、それではまた別の問題として、先ほどご説明させていただいたのは、その財政がその中長的に持続可能であるかどうかっていう議論も当然あります。で、その議論は基本的にはその中立命題が成り立つかどうかって実は全然別の議論でして、中立命題はそもそもそのバロー理論といいますか、バロー理論はその財政が持続可能であることを前提にしているんですね。で、一番ちょっとわかりやすく言いますと、例えばその今国債の債務残高がありますと、で例えば企業の株価を見ていただきたいんですけども、企業の株価は理論的にどう決まるかというと、将来のそのフリーキャッシュフローというか入ってくる利益の流列ですね、これの現在割引価値の合計が、企業の今の株価よりも、大きければ株価が上がりますと、そうでなければ株価が下がりますという話になるわけです。で、財政の場合はどういうかというと、一番厳しいというか緩い条件ですね。財政の持続可能性が保たれる十分条件って何かというと、今の債務残高が、税率をいろいろこう操作してですね、100% 課税したら誰も働くなくなってしまいますので難しいと思いますが、ある一定の入ってくる税収の経路と、あと歳出をカットできる最大のものがあると。で、これでその最大の基礎的財政収支の流列が決まるんですけども、その流列の合計値が、今の債務残高の合計値よりも、大きいか小っちゃいかと。で、もしそっちの方が、
大きいのであれば財政は維持可能だというふうに見ますけれども、債務残高がもう大きくなってしまっていると、実は高田先生とか先ほどなんかいろいろ言われましたけれども、経常収支は実はあんまり関係なくて、もうその時点で財政は結構もう持続可能じゃなくなっているという話になるということです。ただ、それとは別に市場の、期待みたいなものがあると。要するにその、今持っている国債を次またこの売却したりとか、こうぐるぐる回しているときにですね、次買ってくれるかどうかっていう話があって、で、もしそれが買ってくれなければ、もう難しくなる。で、先ほど岩田先生が、インフレーションターゲティングで、自己実現的期待というふうに言われましたけれども、実は財政の方でもそういう話があって、ファイナンスができるかどうかっていうのは、市場とのその対話の中でのその自己実現的な期待、要するに、国債を買ってくれる人が、その次また市場で売買した時に次買ってくれる人がいるかどうかっていうものに関係していると。で、それで言うと、かなり厳しくなって、先ほどのようなその、なんていうんですか、もし財政がデフォルトしたら、歳出カットと増税、どちらが今の税収で全部その国債をファイナンスできるかと。で、それが先ほど資料でお見せした、国債の償還額に、税収に対して国債償還額がどれぐらいあるかというものになります。で、これが一番厳しいケースなんですけども、これは日本は基本的に1超えてますので、かなりその市場がペシミティックというか厳しくなると、その時点でデフォルトするという話になって、その間なんですね、実は。これは経済学者も誰もわからなくて、その間でこう動いているという話になると。いうことです。で、そういう話がありますので、まずその将来世代の負担という話は極めて重要なんですけども、それとは全く別に、財政の持続可能性の話があると。で、ちょっと将来世代の話を簡単にしていただくと、その、私が配った資料の4ページのところに、岩田先生が資料で一般均衡モデルみたいなちょっと話をされた、これもちょっと学術的な話なんですけども、いわゆる経済学的にちゃんとしてですね、分析したときに将来世代に負荷があるかどうかっていうのは、このスライドの4ページに書いてあるような話になります。で、これを見ればなんかちょっとわかるんだけど、横軸が2050年とか2000年とか1950年で書いて、これは青年になってまして、各世代のその効用みたいな、要するに、どれぐらいその、損得するかみたいな感じになって、で、上になればなるほどその、得をしていて、そうでなければ損をするという感じなんですけども、これを見ていただければわかりますように、要するに、将来世代になればなるほど、要するにその、国債をファイナンスすると、岩田先生の論文というか、お配りした資料の中に書いてあるんですけども、資本蓄積とこの関係が、実は経済学的に重要でして、で、それはちょっとこの場では多分説明できないんですけども、それとの関係で実は負荷がかかってですね、将来世代は損する可能性があると。いうものになっています。で、それが実は将来世代の負担になって、経済学的にはその、望ましくないという形になるという感じ。ちょっと個別に先生方にご説明すればできると思うんですけど、多分この場ではちょっと準備不足で説明できませんが、そういう話になると。あと谷合先生が言われたように、世代内でですね、こう、損得みたいなのが出てきて、で、その遺産の歪みとかがあるんで、バロー理論が実は成り立ってないので、なんていうんですか、成り立つ条件ではすごい難しくてほとんど成り立たないので、実は将来世代に負荷として残るというような話になります。高田参考人。先ほど先生のお話の中で、海外の保有比率の議論が出ご指摘いただきましたけれども、今のような状況の中で経常収支等が黒字であれば別に無理をして海外の比率を高める必要もないわけでありますけれども、今後日本の貯蓄が減ってくるということになってまいりますと、海外の依存が結果的に高まってくる可能性もございます。で、例えばギリシャなんかの場合はもう海外がほとんどのケースという形になってしまいますので、そういう中で対応ということになってまいりますと、そういう局面になってから対応しようと思ってもなかなか難しいわけでありますから、ある面で言えばこの市場の育成という、もしくはその市場である程度日本国債というものを、ある程度売買してもらうという観点からしますと、それなりに、事前の準備として海外の保有手にですね、国債というものを説明しておく必要はそれなりに私はあると思います。そういう意味では、すでに財務省あたりもですね、そういう海外投資家向けの、IR ということをやっているというのは一つ、私は意義があることなんではないかと、いうふうに、思っております。で、そういう観点から申し上げますと、この市場というような、観点の育成と言いましょうか。
そういうためにもですね、でまた一方で日本の国内に偏ってまいりますと、まあ、一方方向で局面によっては非常に動いてしまうということになりますので、ある面でそれと違った行動パターンを取るというような投資家層というものも局面によっては重要だということもございます。先ほど先生方の中から日本の例えば銀行あたりが保有が比率が高いという議論がございましたけれども、まあ、それとはまた違った行動パターンを取る投資家層という観点から言いますと、まあ、多様なものがいるほど市場安定化ということにはなりますので、まあ、そういう観点から海外と申しましょうか、違ったパターンを取る投資家層の育成というような部分は私は必要なんではないかと思っておりますので、まあ、逆に今はまだ安定しておりますけれども、その安定をしているうちから先を睨んだ投資家層というようなものの開拓をしていく必要は私はあるんではないかなと思っております。以上でございます。寺田助四郎君。どうも寺田でございます。皆野党の寺田でございます。八田先生と小室先生と神田アルバス高田先生にも聞きたいんですが、八田先生がですね、この、まあ、分かりやすいこのあれを見させていただいて、まあ、最終的にところは GDP が増えれば、それこそ分子としての国際残高は少なくなる、比率で少なくなるということなんですが、私思いますにはですね、全くそういう時代はもう過ぎちゃったのかなって率直にそう思います。ということはですね、所得は今の所得は1989年並みですね、今の現在ですね、そうすると今から二十数年前ですよ。でそれが格差のついた所得で、300万以下の人方が500万50% だって言ってますね、所得は。でそれとですね、高齢化率2020年になると約 30%、29% になっちゃうと。こういう少子化の社会の中でインフレターゲットをしなさいと言ってなるかならないかという、それこそその消費拡大の方向というか、国民というのはほとんどもうそういう点で飽和状態じゃないのかなって率直に思うんですよ。そしてですね、このグローバルな社会の中で、消費者はですね、それこそ差がなければ安いものを買うというような消費動向なんですね。それから土地が値段上がるのかということですね。そういう点を見てですね、あんたは狭く考えてるだろうということなんでしょうけれども、私はですね、基本的にはですね、そしてですね、まあ、このデータにも出てるんですが、日本のピークの時は1990年バブル崩壊するまでは、国債残高が175兆円だったかな、200兆円なかったです。諸合わせて250兆円です。今は1000兆円近くありますね。で、あの当時金利は私も市役所勤めておったですから10兆円ぐらいだったですよね、全体のって。今、国債のあれで10兆円同じぐらい、それが3倍も4倍もなって耐えれるのかという、そのような考えも出てくるんですよ。ですから、全く時代が変わった中でですね、このインフレをターゲットにするということは果たして可能なのかと。で、私だったらね、徹底して歳出削減すべきだと思うんです。徹底して。ということは、地方財政計画の中では、あれですよ、平成の、小泉改革の平成15年あたりからほとんど増えてないんですよ。社会保障費だけなんです、地財計画では。ただ、日本の国は平成3年頃ですか、あの当時は65兆円の予算だったんですが、今80、90兆円近くなっているという、30兆円ぐらい増えてるんですけど、増えたのが、国債費の45兆円になっても、7兆円から8兆円から45兆円になったっていうだけで、国債の増え方が異常に達しているということなんですね。で、そういう考えからいくと、この論というのはどうも私はなかなか解せないという、ですから国はですね、徹底した規制緩和と地方分権とですね、それから地方に対しては義務付けとか枠付けとかそういうものをやめてですね、まず国家自体、国自体がですね、霞ヶ関永田町はグローバル対応というんですか、国際戦略に打って出るというような形で円安方向に持っていくというような形が一番あれじゃないのかなと。で、それから企業は投資するのかというと、バブルの経験でですね、非常に投資しません。身軽経営です。私も企業やっておりましたから、物買った、物をやめて、あとは、レンタルとかリースとかそういうもので買います。ですからね、そういうことも含めてね、
私はこの論についてはちょっと理解できないんで、3人のご意見を聞きたいと思います。はい、それでは岩田参考人。世の中が様変わりしちゃったっていうのは、先ほど言ったようにデフレですねによって、2ページ目ですけれども、要するに名目成長率 0.1% ぐらいにしたんで、要するに今言っているのは名目ですから、名目ですから実質じゃありません。お金で価値で表してそのままですけれども、それが所得減っているんで、所得が一旦減っちゃったらですね、もうインフレを 2% ぐらい残せないかというと、そんなことはないということですね。名目ですから、先ほど言った、きちっとそのデータがで示されているわけですね。量的緩和の時代から今でもそうです。で、名目、マネタリーベースを増やしていくと、やっぱりインフレ率が上がってきているんですね。それを、十分やらないから、なんだわけです。で、よく人口が減ったり、生産年齢人口が減るからですね、需要がなくなって、デフレになるんだっていうんですが、そんなことはないんで、戦後ですね、オーストリアとか、最近では、ドイツもそうですが、いろんな国で実は、人口が、20年ぐらい減ってる例はたくさんあるんです。戦後でも。先進国でですよ。全部インフレになってます。生産年齢人口が減ってるのは日本だけじゃないですね。そういう経験がある。それから、発展途上国なんかなおさらそうですが、もう人口がどんどん減りながら、生産年齢人口が減りながら、すごいインフレになっていると。いうふうのは全部、インフレとかデフレというのは、やはりお金の問題なんですね。お金がどれだけ出てるかという問題で、例えば中東なんかですね、人口が、生産年齢人口がすごい減りながらですね、4000% のインフレになることもあるんです。要するに貨幣がどれだけ出るかという問題なんですね。ですから、それは名目で上げることはできる。で、名目で上がるとですね、さっき言ったように企業の活動も活発になるんで、実質の成長率も上がります。どうが上がるか、技術革新とかそういうことによりますけれども、ですから、それほど心配する、そのことはないということはないと思います。で、今、差し当たり歳出を削減すると、日本銀行はこういう状況で、金融緩和は十分じゃないところで歳出削減したら、もっと景気が悪くなって、もっと税収が減るっていう泥沼に入っちゃう。逆に。ですから、先ほど言ったように、このですね、根本のデフレのところをやめて、この税収減とかダメだから、じゃあ歳出減もして、国債発行もやめるとか、こういうやり方をするのは、やっぱり難しい、できないということですね。根本原因からいかないと。間から間の、今おっしゃったのは、税収減であるから国債発行だから、いや、国債発行もやめて、歳出削減しなさいということですが、それは一層景気が悪くして、もう一回、名目成長を落として、税収は落ちてという、そういうことになってしまうというんで、なかなかそれは難しいと。で、先ほど、だから小川さんいろいろ心配されているのは、結局税収はそんなに上げないようなですね、将来、政府がこう規律を失うよとか言うんで、この財政破綻というのは2つの経路があると思うんですね。一つはデフレが日本は脱却できないと。いつまでもデフレが続くと。そうすると税収も上がりませんし、ローマ条件という先ほども満たさないために、これは破綻の道なんですよ。ですから市場が日本はデフレは脱却できないんだと思えば、確かに破綻の道だと思います。もう一つ、デフレ脱却しても、財政技術がうまくいかないで、日本はですね、どんなことがあっても民主主義経済で、ポピュリズムで、増税というのはどんな時にもできないと。つまりある程度インフレになってもですね、将来ずっとどっかで財政というのはやっぱり、規律が必要になってくるときに、やっぱり増税できないと。イギリス、今のギリシャみたいなもんだと。いう二つですね。要するに、国債というのは借りてるわけですが、担保に最後になっているのは税収なんですね。税収は二つあります。課税権を国家は発揮できるかどうか。もう一つはデフレというのを脱却で、そのまま自然増収ができるかどうか。この二つがポイントだということで、僕は、デフレのことを言っていて、小倉さんはむしろ課税権の方を言ってるんじゃないかというふうに思いました。以上です。小倉参考人。端的にお答えしますと、私の資料の3ページで先ほどアトランタ連銀のブラウン先生とジョーンズ先生の推計をお見せしたんですけども、ちょっとこれ他にも推計がございまして、実はインフレーションが約 2% ぐらいで推移した場合に最終的な消費税率がどれぐらいかということも、これは日本経済にちゃんとカリブレーションというか調整した形で推計したものがございます。で、その推計によりますと、ちょっとここに数字は出てないんですけど、私の記憶によりますと 28% ぐらい必要だということです。で、結局ですね、要するにインフレーション 2% ぐらいにしても、きちんとその、
財政、要するに財政と社会保障のところをしないとですね、バジェットは閉じていかないということです。であと岩田先生の面に付け加えさせていただきますと、経済学者は基本的にはインフレーション自体は、まあ、インフレ税っていう言葉があるんですけども、まあ、一種税金みたいなものになります。でこれどういうことかと言いますと、まあ、政府の債務残高がそれで目減りすれば、実はその分誰かが取ってきていると。で経済学者は基本的に何ですか、フリーランチはない、ただ乗り、ただ乗りっていうか、ただんじゃすいません、ただ飯はないですね、ただ飯はないという言葉があるんですけども、政府が得した分は誰かが取ってきていると。でそれはまあ、国債を持ったり資産を持っている人たちですね、債務の人たちが得して債権者が損するという形です。でまあそういうことですので、まあなかなかやっぱり限界があるのかなということがあります。であともう一つは、ちょっと先ほどご説明しなかったんですけど、むしろやっぱり懸念されるのはマクロ経済との影響でして、で寺田先生が先ほど強調されましたけども、資料の9ページ目のところをちょっと見ていただきたいんですけども、今なんで債務が増えている中 で、なかなかその、要するにケインジアン的な発想をしますと、財政出動すれば景気がこう良くなるんですね。ですけども、なんで良くならないかというと、実はその将来そのもっと増税されるかもしれないと、あとはもしかその年金とか戻ってこないかもしれないということです。でこれ横軸にその、これ40歳の方々の貯蓄率ですね、これは基本的には総務省の家計調査から取ってきているものなんですけれども、消費支出と可処分所得との関係で、で残ったものが貯蓄になるということですけれども、今どういう行動をしているかということなんですが、縦軸がその債務の増え方です。債務が増えれば増えるほど、むしろ家計は貯蓄をしていると。でこれは実はもしかすると非ケインズ的な効果を表しているのかもしれませんで、要するにその将来増税されるかもしれないとか年金がですね戻ってこないという形で、その世代間みたいな格差が広がっていると、実は若い世代ほど、まあ、40歳代もそうですけれども、まあ、貯蓄率を増やしているんだということになると。でその実際のデータは次のページのスライドにありますけれども、これ見ていただければ分かりますように、その29歳、30歳代、40歳代は、まあ、見事に貯蓄率が上がっていっていると。で他方で、その年金等が十分出ているですね、60歳、65歳以上の世代の方々は貯蓄が下がっているという状況になっているということ。これ逆に言いますと、きちんと財政再建をして、将来のそのリスクですね、すごい増税がされるかもしれないというリスクを取り払ってあげれば、消費がこう戻ってくるかもしれないということを表す図になっていると思います。高田参考人。先ほど寺田先生の方から時代が変わったのではないかというご発言もございまして、私もまあそういうふうに感じるところもございます。ただ一方で先ほど岩田先生おっしゃったように、確かに人口が減っているところでもですね、インフレなり拡大しているところがある点もあるわけでありますので、その辺はどのようにその今後、対応していくのかといったところは、やはり知恵を使って考えていくべき論点なんではないかなと。まあ日本の場合、私もこの人口動態の議論は非常に重要だと思うんですが、まあ、なんとなくこれを示されますと、もう宿命論のようにですね、もうどうにもならないんだというような状況にやや陥りすぎている部分というものもやっぱり一旦はあるのではないかなとも感じておりまして、その辺をどのような形で、まあ、これがその、金融政策だけで対応できるのかどうかというのはなかなか私も難しい、いろんな議論があろうかと思いますが、ただやや宿命論的に陥りやすい部分というものもあるのではないか、そういう意味では先生ご指摘のように、いろんなですね、規制の緩和でありますとか、まあ、いろんなグローバルへの対応と申しましょうか、まあ、そういうようないろんな手段を取りながらと申しましょうか、ある面では国自体が、投資家としてと申しましょうか、いろいろ国としての、まあ、利用を示しながらですね、こうした日本の閉塞感をいかに改善できるかといったところをやはり議論すべき論点もあるのではないかなというところ、まあ、なかなか決定だというわけになかなかいかないわけでございますけれども、あるのではないかな。そういう意味ではこの経常収支というのが重要な世の中になっておりますけれども、まあ、単に、貿易収支だけではなく所得収支のところも含めた、まあ、いろんな、国の果実というものをどういうふうに対応できるのかというところが重要なんではないかなと、改めて先生のご指摘を伺いながら感謝したいでございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。この際委員の異動についてご報告いたします。本日斉藤義孝君が委員を辞任され、その補欠として江崎隆君が選任をされました。
続いて田村智子君。はい、日本共産党の田村智子です。一問一答で時間内でお聞きしたいと思います。まず岩田参考人にお聞きをいたします。今国債の問題が日本が本当に国際的に見ても危機的状況というのは確かに GDP 比で非常に危機的な状況にあると私たちもそう思ってます。そしてご指摘あった通り先進主要国と比べても日本の経済成長がいわば止まったような状態になってしまっていると。その92年からの2010年で平均 0.1%、 これは私本当に危機的な状況で、なぜ世界の国々と比べても日本がこれだけ経済成長が止まっているのかということをちゃんと分析することが必要だと思っています。で、日本銀行総裁にだけにですね責任を期すわけにもいかなくてですね、やはり90年代から見てみてもバブルが崩壊した後相当銀行に対しても公的資金が投入されて、それから国際競争力っていうことを理由にしてさまざまな大企業に対しては税制の優遇措置も取られるなどやってきたんだけれども、結局経済成長に実体経済の成長に結びついていないっていう、ここはなぜなのかってことを考えなきゃいけないと思うんですね。一番抜け落ちていたのは個人消費の問題やその国民所得の底上げ、そこが抜ける状態に対して歯止めがかけられないって事態がずっと進んできていること、私たちはここにもちゃんと眼目を置いて今後の政策を取っていくことが必要だと思っているんですけれども、こうした経済成長が他の国と比べても極端に止まっている、それが政策上どこに問題があったのかということでご意見いただければと思います。岩田参考人。はい、何度もすみません、繰り返しちゃうんですけどね、基本はデフレだという答えなんですけれども、デフレのままですね、デフレというのは需要が不足しているわけで、需要が不足しているというのは、なんか少子高齢化とかそういう意味じゃなくて、名目の需要がですね、物価込みの需要が不足している現象なんで、それは金融政策でできるんだということ。で、今、実際 の実力は、高いところであって需要が不足しているというのは潜在的な成長率までいってないんですね、日本は。ということはどういうことかというと、例えば端的に言えば失業率が高いとかそういうことです。あの人たちが働けば、あるいは女性がもっと働けば成長率が高いところにあるんです。それがいかないのは需要不足というですね。でそれでまず潜在成長率を持っていくためにはある程度 1、2% ぐらいのインフレにならなきゃいけない。で何パーセントのインフレになればその実際いいかっていうのはきちっと経済的にできないと先ほど小倉さん言った、それはその通りなんですけど、これは経験ですね。1990年くらいから 2% ぐらいのインフレを保っている国っていうのは全部成長率高いという、やっぱりそこで大体インフレ率はそのぐらいだと一番その成長にいいんじゃないかなという、そういう経験ですね、20年ぐらいの。これはでそうなってないから卒業の必要も多い、あるいは需要が少ないんで潜在的な成長にはいかないから正社員が少なくなって非正社員が多いと。需要が少ないんですから、企業はそんなに需要が少ないんですから売れないですから、辞めさせられる人、あるいは簡単に、あるいは賃金の低い人を雇うわけですね。でそういうことが起こってくる。もう一つデフレはですね、円高にするということなんです。長期的に70円台の円高とかですね、まあ、今は80円台で少し安心していますが、だいたいヒリーマンショック前のですね、ぐらいの、その時の、その、今、どのぐらい円高が過ぎるかというと、3割ぐらい円高が過ぎるということです。これは、公益条件というのはもう一つあって、それで決まるんですけれども、国際競争力はそういう意味で、バブル前より、リーマンショック前よりも3割落ちています。ですから、3割戻してやるためには、3割ぐらいの円安にするということ。で、円安がないからですね、円高に過ぎるから、地方の例えば、地場産業とかみんな潰れていくわけですね。ですからそういうあれで海外にどんどん行っちゃうわけです、製造業は。で海外で行ってそこで儲けた利益というのは企業に返ってきますが、それは株式ですけど配当利子ですから全部高所得者に行っちゃうわけですよね。でですから所得収支が多くなって国民所得が多いんだけれども、分配上は労働者に行かないと、むしろ労働は安い海外に労働者を求めて行っちゃいますから。で日本にとっては皆さん賃金は低いわけですよね。でも円高のために海外との基準で見ると日本の賃金は高くなっちゃうんですよ。この賃金を安くするのは2つあります。日本の賃金をもっと安くしちゃうということです。もう一つは円高にするということです。日本の賃金は下げないで円安にすれば日本の賃金は安くなりますので、日本の雇用が増えて、さっき言った賃金雇用も増えます。海外に行くことないですからね。そのことによって
低所得者の人も所得が上がってくるという状況が出てくるということですね。やっぱりだからデフレです。田村君。高田参考人にお聞きしたいと思います。一つはですね、その税収の構造なんですけれども、今ですね、その税収を上げなければいけない、国債に頼ってばかりではいけない、税収の比率をもっと上げなきゃいけないって議論が相当されていて、しかしその時になぜか消費税のことばかりが言われるわけですね。しかし日本のその税収のこの推移って見てみますと、消費税っていうのはほとんどこう、まあ変わってないから、税収にほとんどこの推移がないから、だから頼れるって論もありますけれども、やっぱり一番今の問題でいうと、法人税所得税が相当の落ち込みを、この20年ぐらいで見れば、2分の1以上の落ち込みを法人税なんかしてるわけですから、ここをどうしていくのかってことをもっと検討しなければいけないと私は思っているんです。で、このままいきますとね、今のやり方で消費税をさらに増税ってことになりますと、日本のこの税収の構造が相当消費税分に頼るっていう構造が固定化しかねない。これは果たしてね、健全な財政の構造っていうふうに言えるんだろうか。私、非常に問題意識がそこあります。で、一方で、大企業を見てみれば、内部留保は着実に増え続けているわけで、これがもっと社会的に還元される、もっとその国の税収にも還元されるような方向っていうのが、見出すことはできないのか、そういう検討がすることはできないのか、これでご意見をお聞きしたいと思います。高田参考人。はい。まあ、税の構造に関しましては、いろんな、対応と申しましょうか、選択肢があろうかと思いますので、そこの中をいかに、いいやり方を、まあ、模索するかということになるんじゃないかと思います。で、ただ一つ言えますのは、先ほど私ソブリンワールドカップと申し上げたんですけれども、もう昨今国と国との間で、市場の取り合い、黒字の取り合いゲームでございます。となりますと、まあ、今企業にしても、これ個人にしてもそうなんですけれども、まあ、企業なり、個人が国を選ぶような時代にもなってきております。そうなった時に、そういう国際競争上どのような形のものが取り得るのかどうかというところは、やはり一つ考えておかなければいけない論点もあるんだろうと思いますので、まあ、そういう中から、所得税にしても、場合によってはいろんな資産の税にしても、またフローの、まあ、こういう消費税にしてもですね、いろんな動きのところを取りながら、まあ、考えながら、まあ、そういう中で、まあ、一番、負担が少ないと申しましょうか、まあ、バイアスが少ないと申しましょうか、いうものをやっぱり選択肢をしていく、ことがいいのではないのかなと、まあ、その上でいろんな局面局面によっての対応というものがあると思いますので、先生おっしゃるように、まあ、過度な消費税もばかりということも一つ問題があろうかと思いますし、また一方で先ほど申しましたような、まあ、いろんな国際競争の中でどのようなものがあり得るのかといったようなことも同時に考えながら、まあ、ベストな選択肢を選ぶということになるんじゃないかと思います。田村君。はい、結構です。はい、それでは残余の時間を利用いたしまして自由質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いいたします。長谷川学院。はい、自由民主党の長谷川学です。今日はありがとうございます。高田参考人に伺いますが、特にCDS を用いた日本の信用不安の拡大というものは、もう少し、きちんと認識をしていかなければならないということを、まあ、痛感いたしました。で、そこで28ページの日本国債は暴落するかという部分なんですが、この信任3条件の中にですね、日本はいずれ成長軌道に戻る TPP と書いてあります。で、これは私ども一つ伺いたいのがですね、この ASEAN プラス6と、このアジアの市場を考えたときに ASEAN プラス6という部分の考え方と、この TPP という部分は、まあ、私は ASEAN プラス6ではないかと思いますが、その点について伺いたいのが1点。それから、内需の核、やはり日本の信用維持のためにはですね、内需の維持と国内の内需の維持とですね、アジア等を含めた成長市場をですね、きちんと確保することだというふうに思いますが、今のこういった不確定要素の多いですね、TPP の中でですね、国際市場の確保というのが、まあ、言われる中でですね、内需の切り崩しという不安というのは非常に多いと思いますが、その点についてどのようにお考えかを伺いたいと思います。高田参考人。はい。どうもありがとうございます。
私はここの28ページの議論の中の TPP というのも書かせていただきましたけれども、まあ、これが別に決定だというよりはある面でその一つの論点だということだと私はあくまでも思っております。ですからただ一方でやはり、先ほどそのソブリンワールドカップと申し上げましたけど市場の確保は非常に重要であると思っておりますのでその一つの目標に従いましてどういう手段というものがいいのかと先生おっしゃるように ASEAN プラス6でありいろんな手段があろうかと思いますしまたそこに TPP というのも一つの議論になっているかとは思いますけれどもあくまでも一つのゴールというんでしょうかいうところに従っていかなる手段というものが、まあ、いかにその市場を広げるためにいいのであるかとまさに今、市場の取り合いゲームでございます。とりわけアジアというのは最も成長性が高いところでございますからそこをいかに囲い込むかまあもしくは市場とするかということをみんながもう馬の目高の目で見ているということになるわけでございますのでそういう面で確かに先生おっしゃるようにそれが内地との関わりマイナスに出るということになるとすれば本末転倒になってしまいますわけですからそこのところどういう形で一番のまあ国益になるような対応をするのかといったところをまあ単にまあ、外交のところも含めてですね、いろんな議論を考えておくべきなんではないかなと、まあ、そんな意識でここのところの議論をさせていただいております。宇藤隆君。ありがとうございます。自由民主党の宇藤隆です。岩田先生に、ぜひお聞きしたいんですけど私は先生ご著書の経済学的思考の進めを読ませていただいて先生の大ファンなんですけれども先生が先ほどデータをもとに考えなきゃいけないということで数理的な仮説演繹法が経済学だという考えに非常に同調しているものですから先生が今日言われた話というのは非常によくわかりました。その上で2点先生にお伺いしたいのがあります。まず1点目はですね今回、国会において国家公務員法給与の削減ということを行ったんですけれどもこれ一部の、論では国家公務員60万人を対象にした増税になるんじゃないかとで先生のこの1枚目の表に基づけばですね必ずこれは名目成長率、GDP を下げることにつながってデフレを加速させるんではないかという話があります。でそれは果たして、経済学的に正しいのかという話が1点目で2点目はデフレの経済という本を書かれた茂谷幸助さんの本の中で私もあれは目から鱗だったんですけど一つこの人口動態に着目して世代間の資産の非流動性っていうのが問題であるというような話を、まあ、茂谷さんは書かれてたと思うんですがそういう観点からいくと先生がおっしゃってるこの市場にマネタリーベースを投入すれば、それがそのまま需要につながって名目 GDP が上がるというのとのこの茂谷さんの論の関連性というのはどういうふうに捉えたらいいのかと2点をお聞きします。岩田参考人。国家公務員の賃金の問題ですけれどもねそれだけ取ってみれば確かにおっしゃるような効果でですねデフレ効果というのはあるんじゃないかと思いますけれどもただ国家公務員の賃金というのは民間と比べて適正とか仕事に比べて適正かという問題だと思うのでその観点も大事で私の言っているのはマクロ的な器ですのでねミクロで少しずついろんなところやってデフレのところでそういうような問題よりも日銀の金融政策で問題でその日銀の金融政策をきちんとした上で国家公務員の適正な賃金というのはあると思います。それは仕事の面でどうかというようなあるいは民間との格差でどうかという問題だって議論すべきだというふうに思います。それからデフレの正体のその人口動態ですね世代間の問題でよく言われるのは老人がたくさん金融資産を持っていて若者は持っていないだから相続税緩和とかあるいは逆に贈与生前贈与しやすくしろとかいうこう動かすという議論ですね。でそういう議論もあるんですがこれはまあ私は実はそれはもう本当は分配の問題で金持ちがたくさんで金持ちの子供がたくさん消費できればいいのかっていうそれは実は分配の問題を巡ってると思うんですね。でそれはだから本当は税制で別個にやってですねどうすべきかというのは別にみんな高齢者はですね預金してるわけですよね。そうですね。でこれは眠ってるわけなんです。それはデフレだと資金需要がないからです。眠ってる。で、これを動かすということは大事で、さっき動かすのはインフレ期待なんで、予想なんで。そうすると、高齢者たちはですね、少しは外貨預金にしようか。そうすると円安になるとか、少し株に買おうか。というふうに動き出すということです。ですから今、眠って塩漬けになっている高齢者の資産を、そういう、もう預金と現金でほとんど持ってるわけですね。
あとはまあ土地ですけれども、そういうものを活性化に使えばですね、別にその彼の資産を若い方にその何ですか、贈与とかそういうのをしやすくして動かすという必要はないということで、むしろ若い世代にそれを移しちゃうというのは分配上ですね、金持ちの息子だとすぐ住宅が買えるとか、私はそういう意味であんまり良くないです。分配政策というのも側面を考えなきゃいけないんで、良くない政策だというふうに思っています。他に質疑のある方は挙手をお願いいたします。畑智子君。民主党の畑智子です。今日は大変有意義なお話ありがとうございます。でそこでちょっと今日改めて3人の先生方に伺ってみたいと思っておりますのは、まあ、今社会保障と税の一体改革の議論をしているわけなんですけれど、私は消費税の増税の前にまず一つ目は歳入庁を設置して税と社会保険料を一体的に徴収すること、そして二つ目といたしまして税と社会保障の共通番号制度を作ること、そして三つ目にインボイスを導入して、消費税の課税のベースを広げること、まあ、教育医療などで、そうやって現在の税率のままで税収と社会保険料の収入を増やすべきだと、まあ、考えております。でそこで先生方に伺いたいわけなんですけれど、まあ、この点3点について先生方どのようにお考えになっていらっしゃるのかぜひ教えてください。高橋洋一さんは、社会保険料で10兆円、共通番号で5兆円、インボイス等で3兆円、合計18兆円増えるとおっしゃっていますが、この点先生方はどう見ていらっしゃるのかも含めて、教えていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、簡潔にご答弁いただきます。岩田参考人からお願いします。はい、今おっしゃったこと全面的で全部賛成です。ただやっぱり一番大事なのはデフレ脱却なんだけれども、その上でやっぱりそういう公平性とかきちっと納める人は納め、負担できる人は負担するという仕組みを作るのにはおっしゃる通りだというふうに思います。小黒参考人。まあ、1点目がその社会保険の未納の問題だと思います。あと2点目がその番号ですよね、インボイス、まあ、いずれも重要です。ただ一つまあ、論点として挙げられるのは、ちょっとこういう話なんですけれども、消費税っていうのは基本的にはまあ社会保険料とか、比例のですね、賃金税とほぼ同じになります。で理由はどういうことかというと、まあ、遺産とか贈与がほとんどない人なんですけれども、生涯で稼いできた賃金イコールですね、例えば消費税率が 25% の場合ですと1プラス 0.25 かける生涯消費になります。でこの式は実は、1プラス 0.25 っていうのは 1.25 ですけれども、それを両辺で割りますと実はこれと同じになります。生涯消費イコール 1-0.2 0.2 っていうのは 20% の比例賃金税なんですけれども、まあ、保険料だと思っても構わないですかける生涯賃金という形になります。で何が言いたいかと言いますと、まあ、インボイスとか、あとその、インボイスはまず消費税の導入にあたって、まあ、いろいろ重要なんですけれども、番号制度、これまた必要なんですけれども、それがなくても、まあ、消費税というのは、基本的には比例賃金税になりますので、みんなその、例えば 25% の消費税であれば、20% の保険料もしくは 20% の比例の賃金税を払っているのと同等になります。そういう意味で、まあ、いろいろそのインボイスとかで、ね、番号とか入れてもですね、まあ、そこである程度公平性で、まあ、補足できるんですけども、やっぱりこれ全部は補足するのはやっぱ難しいんですね。税務当局が多分全部把握するのは、いろんな取引すべてに番号を付与して、それを全部データを集めてですね、すべてを解析するというような理想的な政府を作らない限りやっぱ難しいですので、そういう意味では、まあ、消費税というのは一つ、なんていうんですか、まあ、比例の賃金で、比例の保険料という意味で、かなり有効な、ですね、過不足なく消費すれば皆さんから取れますので、まあ、重要な税であるということになります。で、それにすれば、まあ、社会保険料の未納とかも、ある程度防げるというか、まあ、そっち側で取ると、消費した人には必ず税金がかかりますので、取ることができるということになります。高田参考人。はい。まず最初の論点は、
まあ、あの未納がある社会保険の論点なんかもあると思いますので、そういう論点からしますと、例えば、まあ、あの税のところと一体化をしなしてですね、徴収のところを簡素化するなり、まあ、強めるといったのは一つの論点になろうかと思います。そのためにはやはりその共通番号制みたいなインフラというものが ないとなかなかいろんな論点が非常に難しくなっているということを考えますと、まあ、こうしたインフラのところはやはり重要なんではないかなと。まあ、あの各国の状況を見ましても こうしたものがないというのも日本にとっては非常に、これまで難しかった部分が多いと思いますので、まあ、こういう一体の中を頼りに与えまして、こうした、共通番号によっての対応というのは私は非常に重要なんではないかなと思います。それから最後の3番目の論点 あのインボイスのところの、まあ、課税ベースを広げるといったところは私も非常に重要な論点だとは思いますけれども、ただ、まあ、この課税のベースを広げるといった議論はこれインボイスに限らずいろんな論点も、まあ、もしかしたら対応、選択肢もございますので、そういうその幅広い選択肢の中からどうしていくのか、そういう意味では先ほど大先生おっしゃったようにですね、消費税というのはある面で その課税ベースを広げると一つの論点にはなりますので、そういったものも含めて、まあ選択をしながら考えていくという議論になるのではないかと思っております。秋野光三君。公明党の秋野光三です。今日は先生方ありがとうございました。あの高田先生に伺いたいと思います。16ページの、資料なんですけども、地方分権を進める上で財源以上を地方に進めていくのであれば、地方交付制度のような地方交付税制度のような均衡化制度が弱体化すると日本国内で破綻する地域が出てくるという解釈でよろしいでしょうか。地方交付税制度は分権とは切り離して議論をしなくてはいけないという解釈をについてどのようにお考えになるか聞かせてください。高田参考人。高田です、はい、どうもありがとうございます。あのこの16ページの議論はあの日本の地方性の議論をどうするかというよりはどちらかと言いますと欧州の国債と比べた場合どうかという議論でございますので、逆に言いますとこの欧州の国債の不安定さというものを比較するために日本の地方財政の制度を出したということでございますので、そこのあり方自体はまたいろんな議論があろうかと思います。でどちらかと言いますと欧州の場合にはですね、こうした全く制度が不備であるといったところの重要性というんでしょうか、そこがあの今の欧州の問題の一番の論点になっているんだろうと思います。ただ一方で日本国内をまたどうするかというのはまた別の議論としていろんなあの先生方の議論も含めて終わりかとは思いますので、あのここのところではあの特に我々日本の地方債なりのところをどうするかといったところはあまり私自身はあの検討のあれには入れておりませんけれども、ただまあ一方で一般論として申し上げますと、こういうその並行制度があるということは逆に言いますと、日本の分権のところからやや逆の部分が出る部分もございます。ただその場合には日本の地方債のところの安定度が逆に低下をするという部分にもなりますので、そこのバランスをどうするかというのはまた別途考える論点にはなろうかとは思います。秋野君。あえて伺いますが、そのこういった日本でも当然のことながら財政並行制度というものは必要であると、地方分権を進める上でも必要であるというお考えはいかがですか。同じ質問になりますが。高田参考人。一定部分のこの並行制度というのは私は必要だと思います。あのそうじゃないとなかなかこのなんていうんでしょうか、ナショナルミニマムと申しますか、維持できないということになろうかと思いますが、ただそれがあまり行き過ぎますと、そこのところの、まあ、ガバナンスが効かないとかっていう議論にもなろうと思いますので、そこのところが両極端になりすぎないように、逆に言えばこのヨーロッパの場合は全くないといったところの問題が今回は浮き出てしまったということにもなっているわけでございますし、あまりにこれが行き過ぎてしまいますとそこにまた違った意味での問題が生じうるという議論もございます。ですからそこのバランスをどう取っていくか、ただヨーロッパの場合にはあまりにこうした制度が不在のままに一つの通貨にしてしまったといったところの問題が後に、まあ、なって生じてしまい、そして慌ててこれからどうしていこうかというような状況になって本末転倒のような議論になりかかってしまっているのではないかなというのが、まあ、今回の一番の問題提起の状況でございます。他の委員の発言ある方は手を挙げてください。轟委員。
民主党の轟でございます。今日はありがとうございます。ちょっと高田先生に2点ほどお聞きしたいと思っております。まあ、今のデフレということで非常に議論されておりますけれども、私自身は一般大衆消費資材は確かにデフレであって、資源はもうインフレになってきているという認識をしております。まあ、そういった意味で世界的に資源、特にまあガソリンなんかでは特に顕著でございますけれども、そういった面でいくと、いずれはその資源の高騰の価格分を転嫁していかないとこれは持たなくなると思っておりますが、2007年までは非常にそれがそういった方向に行きつつあったのはリーマンショックからでまた崩れてきたという思いがあるんですけども、先生としてその資源が非常に高騰している中でのその物価のバランスというのをどうお考えになっているかということを1点お聞きしたいと思っております。それからもう1点、先生の資料で28ページでございますけども、先ほども少し話題になりましたけども、ちょっと説明があったのかどうか私も聞き逃しているかも分かりませんので、再度お聞きしたいと思うんですが、先生の上の方に書いてある電力問題対応は国債の信任に直結するというこの表現なんですが、この具体的な意味合いを少し教えていただきたいと思います。以上です。高田参考人。はい、どうもありがとうございます。まずデフレの議論でございますが、先生おっしゃるように資源はインフレであるというのは私はもうおっしゃる通りではないかなと思っております。で、逆にこの、資源価格、特に原油価格でございますけれども、上昇というのは逆にそのリーマンショックが起こって以降でございます。まあ、リーマンショック、まあ、起こってと言いましょうか、まあ、ちょうどその頃と同じぐらいでございます。2008年にまさに147ドル1バレルですね、いったところの大変な資源インフレと言いましょうか。でその後も、まあ、上がったり下がったりはございますが、足元もまた高い状況になっておりますので、まあ、世界的に申しますとインフレと言われていた状況がちょっと収まった中でもですね、世界的に非常にそのマネーの拡大というところの中で、とりわけ、こういう金融資産のようになった、原油でありますとか、こういうコモディティのところにお金が向きやすい、まあ、逆にこれまでのように賃金とか、そうした生産活動にはなかなか向かいづらい部分があってもですね、こうした資源のところに行くというところに今の、物価の問題の一つの特色があるのではないかなと思っておりまして、全般的にはやや信用収縮ですとか、やや縮小になっている中でも一部の原油に、もしくはコモディティに行くといったところがに今の特色が出ているのではないかなと思います。そういう意味では先生おっしゃるように、資源のところは、局所的かもしれませんけれども、非常にインフレ的な、様子を示しているというのはおっしゃる通りでは、ご指摘の通りではないかと思います。それから、2番目の論点として私のレジュメの28ページのところで、まあ、電力問題は、国債の信任にと申し上げておりますのは、ちょうど、この電力関係のところで申し上げますと、化石燃料を急速に輸入するような状況が、まあ、余儀なくされている状況でございます。で先ほど申しましたように、今世界的に申し上げますとこの、経常収支といったところでの世界的に、まあ生き残りゲームと申しましょうか、ソブリンワールドカップと私申し上げましたけれどもと、いうような状況でございますので、こうしたその、まあ、ここのところのその、まあ、貿易収支が赤字になった一つの要因もやはり化石燃料のところの、まあ、急速な輸入という部分、まあ、それから先生がご指摘いただいたような資源価格の上昇という数量とそれから価格の両因が、まあ、あって存在しておりますので、こうしたところへどのような形でエネルギーのベストミックスを対応していくのかといったところというのは、この経常収支問題を考える上でもですね、やはり重要な論点になってきているという点ではないかと思いますので、そこのところの対応は、この国債の問題にある面では直結する問題になっているというのも今の一つの論点ではないかと思う次第でございます。どうもありがとうございます。質疑のある方は挙手をお願いいたします。山下委員。岩田先生と小黒先生にお伺いします。岩田先生の資料6ページで、要するに増税しても GDP が増えなければ税収は増えないんだと、逆に言うと GDP が増えれば増収になるんだと、こういうこれは96年消費税を 3% から 5% に上げる前と現在の税収を国と地方を合わせますと逆に減っているというのが事実ですので、
これは非常に説得力のある私は説だと思いました。でそこで伺いたいのは今ですね消費税を逆に 10% に上げることによって逆にですね景気に非常に大きな打撃になって、税収を増やすどころか減らす危険性さえあるんじゃないかと私はそう考えるんですがこの点について岩田先生、小黒先生考えをお伺いしたいと思います。岩田参考人。おっしゃる通りというふうに思いますが、ただどのぐらいかっていうのはきちっと経営モデルかなんかでやらなければわからないんですが、まあ指導先生という先生がやられたんではやはりかなり税収減が上げるというマクロ均衡モデルでやってるんですけれども、そういう結果が出てるんで、私はまあそういうどのぐらい減るとかなんとかっていうところまで行ってないんですが、理論的に考えてもそういうふうに思うし、過去の例から言ってもそういうふうに思いますので。やはり慌てて増税する必要はないと、まずデフレ脱却してからどれだけ税収が増えてかをきちっと見て、それからそれでも足りるか足りないかを議論すればいいんで、やり方は順序逆だと思いますね。増税から入るというのはちょうどこの真ん中辺から入るんで、根本原因をそのままにしてやっていうのは望ましくないというふうに思います。小黒参考人。簡潔にお答えさせていただきたいんですけども、まず事実としてですね、これはなんか財務省が出している資料なんですけども、名目成長率が24年度に 1% 上昇した場合、税収だけではなくてですね、国債費も増えますので、利払い費ですね、で、それがどうなるかということです。で、例えば24年ですと税収は 5兆円増えると。ですけども、国債費は 0.6 兆円増えるということで、収支はむしろマイナス 1% 悪化すると。それからその25年度ですと、0.9 兆円税収が増えるんですけども、むしろその国債費は 1.4 兆円増えるのでマイナス 0.5 兆円収支が悪化するというような形になる。でこれなぜこういうことが起こるかなんですけども、要するにその半分以上借金でファイナンスしていて、あまりにも債務残高が大きいですので、金利が上昇した時の利払い費の効果の方が、要するに悪化する効果の方が税収が入ってきて改善する効果よりも大きいということです。で、あとそのもう一つその、まあ、確かに一時的に増税した場合には、例えばその 10% に増税した場合にはですね、まあ、負のショックがあるかもしれないということは事実。ただですね、気をつけていただきたいのは、まずその増税があると民間したらどういう動きをするかなんですけども、特に耐久消費財が特にそうですが、なるべく早く買った方が得しますので、先に駆け込み需要が発生するんですね。で、その後に、もう買ってしまったので、しばらくちょっと買い控えるという意味で、屈折すると、要するに消費が落ち込みます。で、経済学的に考えますと、それは家計はですね、消費のスムージングっていうんですけども、平準化ですね。要するに税率が低い間に、食料品とか腐ってしまいますので、買いだめできませんけども、耐久消費財とかなるべく早く買ってしまって、先にその、しまうと。で、それは景気が一瞬良くなったように見えますと。で、その後、屈折して、耐久消費税が減るので、マクロ的な消費が屈折するんですけども、でも実はそれは両方込みで考えると別に合理的な行動でして、何も不思議な不思議っていうか、経済にマイナスの影響を与えるというふうに思っちゃいけないんですね。で、そういうようなことを、効果を考えて、経量分析されているような先生方が、神戸大学とかにいらっしゃると、例えば97年の消費税を増税した時の効果っていうのは、実は金融危機の効果の方が大きくて、消費税の効果はあんまりないというようなことを言われていると。で、あと、先ほど私が提出したさせていただきました、モデルなんですけども、これは一般均衡モデルでして、資料の3ページ目ですけども、要するにその、何が言いたいかというと、増税が、遅れれば遅れるほど将来の消費税率上がっていくということです。で、消費税率を上げないのであれば、歳出の幅をですね、カットする幅がどんどん大きくなるということでして、で、これは将来世代とその、若い世代に過重な負担を負わせていると。で、これは先ほど、公明党の谷合先生から質問があった話で、で、基本的にはその国債の中立命題が成立すればいいんですけども、まあ多分成立してないと。で、経済学者はそのどれぐらい成立してないかっていうのをいろいろ実証分析でやっているわけですが、まあそういうことですので、基本的にはなるべく早く、財政再建を進める。まあその歳出をカットするのか増税するのか、政治家の先生方に決めていただくしかないんですけども、まあそれが遅れれば遅れるほど、その増税する幅が、もしくは歳出する幅が大きくなるということでございます。
他にご質疑がある方いらっしゃいませんか。白先生。民主党の白新君と申します。今日はお三方本当にありがとうございます。一点ちょっとお三方に聞きたい部分がありまして、この日本のこの雇用形態の変化というものが日本経済に与える影響というのは私は大きいんではないんだ、特にデフレという部分による、つまりどういうことかと言いますと、やはり非正規雇用、以前はもう死ぬまで同じ会社にずっと勤めてたということがですね、こうなくなってきつつ、まあなくなるってことはないんですけども、そういういわゆる大学出たら、あれ学校出たらそのままずっと安心して勤められるっていうものがだんだんなくなってきてることによるですね、この非正規雇用者の増大がですね、結果的にその、まあ給料の停滞とか将来の不安とかそういう心理に影響を及ぼして消費が低迷すると、まあ、もちろんその、人口動態の変化というのも当然そこにも加味される部分だと思うんですけれども、まあ、そういう中でもう買う人がいなきゃそれは物差があるに決まっているわけでして、そういう部分でのこのものがですね、この日本経済にどの程度与えている影響を与えているんだろうかというのを加味する必要があるのではないんだろうか。岩田先生の方からの資料の2ページ目でも、急にこう94年ぐらいから停滞し始めたよっていうのは、なんかその頃ちょうど私はなんか、派遣労働とかそういったものが増えてきているようなそういう時代があるのとなんかうまくってことないけど連動してるんではないんだろうかとか、あるいは日本化現象っていうのをこの、高田先生が、お出しになりましたけれども、はてはて日本化なのか日本が西洋化してきちゃったのか、そういう中で両方との価値観が一緒になることによってこういう現象ができているのか、その辺について皆様のお考えをお聞かせいただければというふうに思います。岩田参考人。はい、非正社員がどんどん増えてくるという現象、これはおっしゃる通り大体92年の景気後退くらいからで、特にやっぱり増えるのは消費者物価で見てもデフレになるのは98年です。その前に94年から GDP デフレーターではもうデフレになってますけれども、やっぱり98年ぐらいから急にですね、失業率も増えるし非正社員も増えるという、これやっぱり消費者物価で見てもデフレになるというのと同じです。で、終身雇用とかそういうものはですね、基本的には現役世代が現役というか若い、方が、もうそろそろ退職しかかった人に分配するシステムなんですね、ある意味で、ね、生産性落ちてるけど、昔若い頃は俺は頑張って低賃金でやってきたんだっていうんで、こう送ってくるわけですね。ちょうど社会保障と似てるところがあるんですね、年金と。で、それはやっぱり名目成長率が成長して若い世代の名目所得が上がってこないとできないシステムなんですね。ですからどうしたって終身雇用制が崩れてきて正社員が減ってきて非正社員というふうにならざるを得ないのは基本的にはデフレだというふうに思います。小黒参考人。ご質問の件ですけども、雇用の話はかなり難しい話もございまして、また今岩田先生がおっしゃられた話はまさにそういうメカニズムが存在するというふうに思っております。それからただですね、経済成長率の話をしますと、実はちょっと見方が違った見方ができると思うんですけども、私のお配りした資料の8ページなんですけども、先ほど共産党の田村先生からも話がございましたが、実は名目ではなくて実質で見ますと、ここに書いてありますように図表1というのはアメリカとの比較になっておりますが、98年ぐらい の, その金融危機とかがかなり深刻だった時代では確かにその屈折しておるんですけども、であとそのマクロの GDP で見れば確かにアメリカの方が高い状態になっていると。ただ日本は人口減少になっておりますし、ただアメリカの方は移民とかがありますのでそんなに人口の心配がないという形で、経済学的には生活水準がどう変化しているかというのが本当の経済成長率でございまして、でその場合には一人当たり実質 GDP に変換する必要がございます。でその場合その図表2を見ていただけたら一目瞭然だと思いますけれども、98年ぐらいとか99年でこの金融危機があった時には確かに日本は屈折してございますが、それ以外のところ2007年かを見ていただければ日本はむしろアメリカより高い成長をしていたということでございます。でやはり最大の問題は先ほど岩田先生がおっしゃられましたように、その生産性に見合った賃金との関係で、どうしてもですね、今の年功序列のシステムですとなかなかその
はっきり言ってしまうと、まあ、若い世代が搾取されているような状態になっていて、でそれがその若い世代に押し付けられているということになりますので、もしそこにメスを入れようとすると、まあ、結局雇用の流動化みたいな話になってくるということで、ここはあの私の専門外ですので、あまり細かいことは申し訳ありませんが、まあ、そういう形になっているのではないかと。でそれはまあ基本的にあの先ほど白議員からも話がございましたように、まあ、あの経済に悪影響を与えている側面が一部あるということは事実であると思います。高田参考人。はい、先生のご指摘、あの私も非常に感じるところでございます。その、雇用形態が変わってきた、90年代後半の頃というのがある面では日本経済にとりましても大きな節目になっていた。先ほどのデフレの議論のところもそうだろうと思いますし、世の中のいろんな意味での考え方と申しましょうかいったところ、また、バブル崩壊後の本格的な意識が生まれたのもその頃ではなかったかというふうに思います。でそういう状況の中で確かに、非正規雇用のところの増加がですね、そうした意識の変革に結びついたという部分もあったかと思いますが、逆に言いますと、そうした状況の中で企業の、ある面でのそのバランスシート調整がかなり進んだ部分もございます。ですからこうした状況の中でこの辺の非正規雇用のところをあまりに閉ざしてしまいますと、新しい新規の雇用のところになかなか結びつかなくなる部分もございますので、この辺のところどういうふうなバランスを取っていくかというところは重要な論点もあろうかと思います。それからもう一つの論点といたしまして、日本の戦後の、まあ、いろんな意味で の, その、社会福祉なりを考えてまいりますと、特にその、まあ、日本の場合終身雇用という別にこれ制度ではないかもしれませんが、慣習としてそういう状況にあった中で、比較的社会福祉なんかにおきましてもこういうその、現役世代のところというのは企業に丸がかえの状況であったという部分が大きかったかと思います。でこうした状況がやはり右肩上がりが続かなくなってきたというところの中で、どうしてもそうしたところの給付のところがですね、どうしても頭打ちになってくると。で一方でこれまでの社会福祉等の給付といったところは比較的そうしたものの世代はそれが前提であるのもなくても構わないような制度設計になっておりましたので、どうしても高齢化のところにどうしても傾きやすいと。となりますと、そうした現役世代のところの給付がどうしても遅れてしまいがちになってくるというところ、まあ、この辺のところがやはりその後のいろんな意識のところに変革を及ぼしてしまった部分というものは結果としてはあったのではないかと。そうなりますと、そうしたものが少なくとも10年以上続いていることを前提とした中でどういう制度設計があり得るのかといったことも一つ考える論点になってきているのではないかと私も感じている次第でございます。